1年間でおよそ12万トン、25メートルプールの水およそ400杯分にもなるこの量、皆さん何だか分かりますか？これは1年間で練馬区民の家庭から出される可燃ごみの量なんです。今回の練馬ホットラインでは、練馬清掃工場で行われた夏休み親子見学会の様子とともに、可燃ごみを処理している清掃工場の仕組みや役割についてご紹介します。7月28日、八原6丁目にある練馬清掃工場で夏休み親子見学会が開催されました。このイベントは、家庭から出たゴミが清掃工場でどのように処理されているか見学し、ゴミ問題について考えてもらおうと実施しています。そこで私も練馬清掃工場を見学させていただこうと思います。3年前に建て替えられた練馬清掃工場、とっても綺麗ですよね。さあ、今回はこちらにお願いします。はい、練馬清掃工場の木俣さんにご案内していただきます。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。最初に案内していただいたのはプラットフォームです。こちらのスペースはですね、家庭から集められたゴミをゴミバンカと言われるところに落とすスペースでございます。練馬清掃工場で処理しているのは、生ごみや資源ごみとして出せない紙などの可燃ごみです。家庭などから出た可燃ごみはゴミ収集車で集められ、清掃工場のプラットフォームに運ばれます。そしてゴミを燃やすまで一時的に貯めておくゴミバンカに投入されるのです。このプラットフォームには匂いを外に出さない工夫がされています。住宅地に近い工場ですので、嫌な空気が外に行かないように育住物を対策を施しています。また、ここの空気をですね、焼却炉に取り込むことによって、また外に漏れ出ない工夫もしています。ところで、夏休み親子見学会の皆さんはというと、燃やすごみ、燃やさないごみ、資源ごみを選ぶゲームに挑戦。クイズ感覚で楽しみながらゴミの分別について学びました。また焼却炉ゾーンは燃え盛る炎の映像に挟まれ、まるで焼却炉の中に入ってしまったかのようです。このように見学コースではクイズや映像での体験を通して楽しく学べる工夫がされています。ということで、木俣さんにはここからクイズ形式で楽しく施設の紹介をしていただきましょう。クイズを出したいと思います。ゴミを燃やす時の温度は1、300度、2、500度、3、800度、どれでしょうか？画面の前の皆さんも一緒にお考えくださいね。どれもね、かなり高いということは分かるんですが、どれなんだろう。2の500度でいかがですか？はい、正解は残念、3番の800度になっています。800度なんですね。はい、800度以上2秒間っていうのが、法律で決められてますので、そんだけ高い温度で、ゴミを燃やしているということになります。ゴミは燃えるとどうなるんですか？燃えた後はですね、灰になります。でその灰は一部はセメントの原料として使われています。で残りの分なんですけども、中央防波堤という、東京都の最終処分場に運ばれます。ただあと寿命が50年しかないので、ゴミの原料化をして、そこを長く、寿命を延ばすということが大変大事なことなんですね。さて、続いての問題は、はい、練馬清掃工場の特徴は1、敷地が広い、2、敷地が狭い、どちらでしょうか？
見学した限りでは広いのかなっていうふうに思ったんですが、他の場所と比べると狭いのかなっていうふうに思いました。なので答えは2の狭いでどうでしょうか。はい、では答えは2の敷地が狭い、大正解です。当たりました。はい、練馬清掃工場は21ある清掃工場のうち3番目に狭い工場になっています。3番目ですか。はい、また高さ制限もありますので、地下深く掘ってます。地下30メートル、掘っています。はい、他の工場にはない特徴として地下化というのが挙げられます。見学会の参加者の皆さん、ガラス張りの床を覗き込んでいますが、何が見えるのでしょう。実はここからクレーンでゴミを焼却炉に投入する様子が見られるのです。ゴミバンカでは効率よく焼却できるようにクレーンで紙などの乾いたものと生ゴミなどの濡れたものを混ぜ合わせます。クレーンは一度にトラック6台分8トンものゴミをつかむことができます。ゴミはよく混ぜられた後焼却炉に投入されるのです。どういった部屋になるんですか。はい、実はですね、ここは、中央制御室といいまして、焼却炉の運転を、しているところです。またですね、警報がここに上がった場合は確認しに行ったり、機器の不具合を直したりといったこともやっている、部署になります。たくさんのモニターが出てますが、これどのくらいの時間監視をしているんですか。実はですね、24時間連続で監視して、係員もですね、直を交代しながらずっと監視しています。そうなんですね。はい、こちらに大きな数字が見えますが、こちらは、はい、実はですね、あれが当工場で発電している電力量を表している数値になります。清掃工場ではゴミを燃やした時に出る熱で蒸気を作り、その力でタービンの羽を回して発電しています。電気は施設内で使われ、余った電気は電気事業者へ売却しています。はい、それでは菊池さん、またクイズを出したいと思います。はい、発電量はどれぐらいでしょうか。一般家庭およそ1約450世帯分、2約4500世帯分、3約4万5000世帯分、どれでしょうか。どうなんでしょう、ちょっと私全然わからないんですけど、2番のおよそ4500世帯分ぐらいですかね。はい、じゃあ正解は実は3番の約4万5000世帯分です。そうですか。はい、練馬清掃工場で発電する発電量なんですけども、約4万5000世帯分の発電量となっています。またですね、練馬清掃工場の発電能力なんですけども、東京23区にある清掃工場の中でもトップクラスとなっています。屋上にやってきました。開放感があって景色もとってもいいですね。はい、そしてわこちらに煙突があります。高いですね。はい、実はこの煙突100メートルあります。そうですか。はい、で工場内で、排ガスを処理してクリーンな水蒸気が煙突のてっぺんから、外に大気放出されているということになります。しっかりと環境に優しく、ね、そうですね、はい、無害化して、出しています。そしてこちらは、はい、こちらがですね、当工場の太陽光パネルになります。で枚数はですね、230枚、発電能力は60キロワットを発電しています。で発電した電気なんですけども、工場内の照明に使っています。そして緑も青々としててとっても綺麗ですね。はい、練馬工場の屋上緑化はですね、ヒートアイランド現象の抑制やですね、あとはですね、住宅地に近いので街並みに溶け込むといった役割を果たしています。夏休み親子見学会では、
ゴミが清掃車に積み込まれる様子を見ることができるスケルトン車も登場。子どもたちは興味津々で見入っていました。どこに行くのか、ゴミについて知れてよかったです。楽しかった。楽しかったです。すごくよく勉強になりましたね。設備もすごく立派で、匂いがしないとか騒音がないとか、入って、聞いてから初めて、あ、そういえばっていうふうに気づくところがすごく多くて、楽しかったです。分別ゲームを通して分別の大切さを学んだり、ちっちゃいのでとりあえずそういうゴミを捨てるっていうところ、で特に分別っていうところを一緒にこう勉強できればなという感じですかね。いろいろ知ることができて楽しかったです、ね、今回子どもたちとっても見学楽しまれたようですね。はい、そうですね。また今後も続けていけたらいいと思っています。見学会は頻繁に行われているんですか？はい、個人見学会はですね、月の第2土曜日に、開催しています。また10名以上の場合はですね、随時受け付けていますので、工場の方に電話をして予約していただければ対応いたしますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。見学会についてのお問い合わせ、お申し込みは練馬清掃工場までどうぞ。ゴミを減らす取り組みは一人一人が継続的にしっかり行わなくてはいけませんね。みんなで協力してゴミの分別・減量を心がけましょう。次回の練馬ホットラインでは、独立記念日のイベントと練馬駅周辺のおすすめスポットをご紹介します。練馬の魅力は？よりどりみどり。